どうもクーリンです。本日はですね、選抜甲子園大会出場が決まっております埼玉県代表浦和学院さんの取材でやってまいりました。そしてですね、この浦和学院さんと言いましたらクーリンズに OB メンバーがおります。こちらです。どうも、ベンシャの司です。こんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。何気に今年初めてという。そうですね。今年もよろしくお願いします。お願いします。今年は優勝を狙えるメンバーというふうに聞いてますから。そうですね。そこを存分に今日は取材したいと思います。はい。噂をしてると、はい、来ましたね。来ましたね。あれがあのバスです。でかいっすね、バス。自分たちの時ね、ちょっと青っぽいやつだったんですけど、今赤に変わって、あの試合行く時とかもあれに乗って。選抜ももう近づいてきてるんで、多分実戦形式の。あ、なるほどね。一冬越えてパワーついたところで、次はそれをしっかりとプレーに落とし込んでいこうという段階ですね。そういうことですね。そして選手たちのキャッチボールが始まりました。浦和学院のエースは宮城コナン投手。2年生の春の甲子園では1回3分の2を無失点に抑えました。今日はこの後実戦形式で投げます。結構あの取材で中学硬式はよく行くことあるんですけど、あんま高校ってなくて、まあ、こう見るとやっぱですね、キャッチボールの質が高いですね。取ってから球出すのも早いし、まあ、一個一個の動きキビキビしてるし、何よりやっぱキャッチボール以外にこう左右にぶれたりするこう結構ボーイズとか多かったんですけど、浦和学院になってくるともうほとんどないですね。簡単にキャッチボールしてる感じだし、でそこからまあ普通にキャッチボールするだけじゃなくて、ちゃんと次の動き、ナイスだったらまあ取ってからの次の球出しとか動作入れてるから、すごい意識高いなと思いますね。でこれからはなんか3箇所に分かれるって聞いたんですけど、はい、どういう分かれ方ですか？3箇所フォーメーションっていう。3箇所フォーメーション、これも当時やってた練習なんですけど、まあ、外野手はバッターでバントをするんですけど、はい、まあ、投内連携みたいなイメージですね。あ、なるほどね、はい、でこの連携プレーの練習だ。そうです、そうです。外野バッターの内野ピッチャーってこと。そうですね、そういう感じで、まあ、基本内野とピッチャーの投内連携、あとまあ牽制とかも交えながらですかね、二塁牽制とか。ああ、なるほど、はい。司君当時は外野手？当時内野やってました。内野やってたんだ。内野やってました。あ、じゃあこの3カ所フォーメーションで言ったら守備やってたんだ。守備こっちやってました、内野の方。司君の説明してくれた3カ所フォーメーション、バッターはバント、そして守備はバント封じのためのシフト、またランナーを釘付け刺すための牽制練習、それぞれのプレーの精度を上げておりました。そんな中気になったのがバッターの被っているヘルメット、なんとフェイスガードがついているではありませんか。こちらのヘルメット、2022年の春から高校野球開業可能となったため試験的に導入したそうです。こちらはマットタイプのヘルメット。これが水野さん。これフェイスガードありになったんですね。そうっすね。すごいですね。高野連でもこれが使えるようになるって、はい、だいぶ革命的ですね。そうですね。本当に、なるべく怪我のないように。でもさっき今言ってましたけど、不思議ですよ。ランナーやる時もこれなのかなっていう、はい、あ、実際。なんかプロ野球選手一部で言ってるのが、はい、これちょっと顔が隠れることで、はい、なんかより集中できるっていうふうに言ってましたけど、でも最近はでも、メーカーの方もこの辺りをちょっと狭めてこう、こういう、こうなんですか、その自分で集中できるように作ったりとかっていうのは意識してるっていうのはメーカーさんも言ってました。でもこれが本当に主流にもうなってくるんですよね。今日のじゃあ紅白戦でもこれを着用してやるような形ですか？着用する時もあると思います、はい。続いて浦和学院のノックを紹介いたします。クーリンズは昨年浦和学院の OB 選手と野球をしましたが、とにかく足が速くて守備がうまかった。そのイメージがあってか、浦和学院と聞くと守備がうまいイメージがありますが、外野ノック一つを見ても選手たち配送もお手の物といった形で安定しておりました。そんな中目立ったのはショートとピッチャーの二刀流に挑戦しているチームの3番バッター金田選手。筋骨隆々で体が非常に強い印象を受けました。どんな体勢からも強い球が投げれ、さらには守備だけではなく声でもチームを牽引しておりました。そしてセカンドにはさらに目を引く選手が。
クーニンが見た中では一番守備がうまいと思ったのが2番バッターを打つセカンドの大内選手。大内選手はとにかく球際が強く、ボールを取ってから投げるまでが早い。そんな守備陣を作っているのがコーチの三浦さん。三浦さんは元ジャイアンツの選手で、ピッチャー入団の後故障して野手に転向した経歴を持つ選手。そしてノックの後はいよいよ実戦練習。実戦に備えブルペンに入るエース宮城投手。最速は142キロ、過去には51イニングを投げてフォアボールは6個しか出さなかった、高い制球力が持ち味の投手です。実戦練習では先発登板します。そしてさらに驚いたのはバックネット裏。すごいですね、ビデオ撮影するんですか、今日の紅白戦を。はい、そう、後から振り返るんですか、はい、映像を見て。はい、そうですね、データとしてまた見れるんで。すごいですね、はい、どういうところを振り返るんですか。やっぱり配球とかだと、やっぱ最近は主に取り組んでて、そのデータの専門のアナライザーの方がいるんで、その人の話とかをやっぱ軸にしてやっぱまとめたりします。まずはエース宮城投手の投球。宮城投手の名前の由来は名探偵コナンからだそうです。いきなりチームの3番バッター、主軸を打つ金田選手との対決。金田選手から空振りを奪いますが、最後はよく見ました、フォアボール。制球力の高いコナン投手からフォアボールを勝ち取ります。さらにランナーを置いて迎えるバッターはチームの4番鍋倉選手。鍋倉選手は昨年練習試合と公式戦合わせて打率は4割、チームナンバーワンのパワーと確実性を兼ね備えた選手です。そんな鍋倉選手が捉えました。まっすぐをセンターに弾き返す打球はぐんぐんと伸び、センターの頭を越えました。4番鍋倉選手、エース宮城投手からセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットを放ちます。さらに得点圏のピンチでしたが、最後もまっすぐいい当たりをされるもののショートがナイスプレー、追加点は許しませんでした。浦和学院、守備だけではなくバッティングもいい。先ほどご紹介した守備の名手2番大内選手もライトが打球を見失ったものの、見失ってなくともヒットになっただろう右中間最深部への長打を放ちました。そしてこの後左ピッチャーに変わった時、そうそうそう、ランナーフォアボール出ましたけど、見てください、リードめちゃめちゃでかいです。司君リードでかすぎない？これ結構なんか意識的に左ピッチャーの時の方が大きく出ろっていう、そういうあるんですよね。戻るつもりのリード、まあ、それもありますし、止め戻るつもりでいるんかな、それもありますし、もうギャンブル的に足上げてもうスタート切っちゃって、ファースト投げられてきて もうそのまま走っちゃうみたいな、めっちゃでかい パターンももうっていう意識。いや、俺キャッチャーから切り返し行かれんじゃん。そうですね、はい、めっちゃでかい、マジで。そして先ほどエース宮城投手からフォアボールを勝ち取った金田選手、変化球を捉えました。打球はぐんぐんと伸び、センターオーバーのツーベースヒットとなりました。バッティングで結果を残し、最終回にはリリーフ登板。まずは先頭バッター、ここはうまく流されました、レフト前ヒット。今年の浦学、本当によくヒットが出ます。ここは詰まりました、セカンドゴロ、早い切り返し、華麗なダブルプレーを奪う、攻守ともに安定している。そして追い込んだ金田投手、最後はフォークボールで空振り三振。
実戦形式の最後を締めました。今日の練習一日拝見させてもらったんですけども、はい、最初守備のチームかなと思ったら、はい、バッティングもいいですね。そうですね、もうとにかくこの冬のテーマとしては打撃力の向上がテーマだったので、まあコロナで時間も制限されている中で、まあ、本当に練習のみならず食事とかあと睡眠ですね、この辺を少し重視して取り組んだ成果が少しずつできてるかなと思ってます。あと監督、ちょっと細かいところなんですけども、はいはい、ランナーのリードがものすごく大きかったんですよ、はい、あ、なるほど。左ピッチャーの時に6歩ぐらい出てるんじゃないですか。あれはどういう意図なんですか。ホームに投げるのに対して、まあ、ランナー一塁でこうやっぱ見えるところにランナーがいるので、やっぱそこで大きくリード取られてるとやっぱ、まあ、僕もピッチャー出身なので、はい、そう考えるとやっぱすごく嫌な気持ちになるんですよね。でそれで投げるときに、まあ、少しこうランナーがファースト側に戻って、戻る意識のリードなんですね。そうなんですよ。なんで牽制も含めて、まあ、その、まあ、なんていうんですかね、ピッチャーに揺さぶりをかける、はいはい、そういう意識を持ってちょっとやってます。勉強になりました。あとはそのピッチャーに関しては、はい、監督がピッチャー出身ということで、はい、出る投手が140キロ近く投げるという、はい、そうですね、すごい投手王国な感じがしたんですけど、浦和学院に入ると、はい、ピッチャーはまずどういうトレーニングされるんですか。まあ、やっぱり伝統的にこうピッチャーが育つこうメカニックっていうんですかね、はい、フォームも含めて、はい、そういうフォーム思いました。なんかみんな結構似てるなと思ってそうですか、はい、いやでもやっぱりそういうなんか伝統っていうんですかね、はい、日々の練習の中でピッチャーメニューっていうのが一応ありますから、はい、そのメニューをきちっと毎日しっかりこなしてくれていれば、はい、まあ、ある程度やっぱね、いいピッチャーになってくるのかなと思います。あとはですね、何と言ってもやっぱり、はい、育てるっていう面で、はい、どういう風に選手たちに接してるのかと思いまして、あ、なるほど。サッカーやっぱこう怒りすぎると言われる文化じゃないですか、はい、だから褒めて伸ばすっていうのがこうデフォルトになりつつある、はい、浦和学院の中ではどういう風に選手の育成育て方っていうのを変えていってるのかってお聞きしたいんですけど。なるほどなるほど。そうですね、まあ、私が大学院で心理学の少し勉強させてもらってた経験もありながら、はい、ただ褒めるだけだと良くない、まあ、やっぱり表情とか、表情、はい、相手がどういうふうに自分の言葉で理解してるか、はい、まあ、いわゆる生徒たちにもアウトプットさせて、あ、この子全然理解してないなとか、そういうところもこう、まあ、感じながら、まあ、指導としてはしているんですけど、まあ、まだまだ未熟なので私自身が、はい、まあ、でも少しずつですけど年齢が近いので、はい、まあ、その辺が選手たちと含めてこう相乗効果できてくればいいかなと思ってますね。はい、言わせるっていうのが大事ですね。はい、それは大事かもしれないです。なんか結構僕も監督してるので、はい、選手に言うんだけど変わってなかったりしたらなんでわかんないのってつい思っちゃうんで。そうですね、やっぱりそこはこう選手がどこまで確認するかっていうのを言葉で言わすってやっぱ大事なんですね、はい、そうですね、まあ、なのでやっぱ選手たちと、まあ、ちゃんとしっかり会話を取ってやっていければなと思ってやってます。浦和学院、これ選抜注目です今日の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。絶対出てた。せー仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。